無事帰ってこれますようにって毎日祈ってる。そう、なんとか乗り切ってきた。やばかった。うん、優しい。みんな、あっ、なに、最悪。ちょっと待って、うん、大丈夫だったかな。特にでも何も映ってないと思う。ちょっと待って、なんかさ不安って、あ、わかった、これが悪い、絶対これが悪い。違う、なになになに、なんかの上にこれ乗ってるのかな。大丈夫だった、みんな。これな、ティッシュの上に乗せてるんですけど、あ、大丈夫そう。新生活かなりしんどすぎて今日もストレス成長、そっか、4月っていろいろあるよね。ご飯ちゃんと食べて、今日はお弁当がオムライスでした。足大丈夫？そう、あのさ、今日通しリハやったんよ、荒通しみたいなね。めっちゃ足痛くなった。そう、うん、AKB くじでサロナ引いて大満足。え、嬉しい。うん、筋肉痛よりも自分が痛めたところの方が痛い。そう、もうなんか2週間以上ダンス踊ってるので、そうね、まあ筋肉痛もあるけど、そんなのあれですね、体の疲労の方がね、とあと怪我の痛み。エイトンブルーチェックにしよう、来たことあったっけ。ブルーチェックってさ、え、ブルーチェックってよ、結構よく着るやつじゃなくて、え、そうよ、今日も朝10時からレッスンでした。そう、今日もあのサポーターつけてきました。色はまだついてるわ、ほんと今帰ってきたので。うん、あ、待って、ちょっと待ってください、私ショールームしてる場合じゃなかった。ちょっと待って、待ってください、やばい、怒られる。ちょっと一旦切っていい？あ、待って、やばい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 、もう終わっちゃったかな、やばいやばいやばい、資料送りますって、もう終わるのでって。そう、なので後で資料送っていただくことにしました。うん、大丈夫でした。でも30分ぐらいやってたっぽいよな、多分。うん、ただいま、みんな、ただいま。うん、そう、なんかミーティング、とあるミーティング、 AKB のね。うん、今日は15分で終わります。今日もまだそう覚えなきゃいけないので、やばいんです本当に。明日も
明日もやばい。そう。みんな今日どんな一日でしたか？残念、無事ホテルに帰ってこられました。本当に今日行くのか怖かった。10分だったけど15分テロップ出んのかなって。どうなる15分テロップ終わったらやめるわ。15分テロップ出るまでやるもんね。やるわ。うん、そうする。うん、みんな楽しい一日でしたか？これ充電しよう。充電器わ。今日さ、一日中スマホ使いよったからさ、立ち位置表見たりとかいろいろね、動画見たりとか。ダンスの 13% までいっちゃったけど 69% まで戻ったわ。嬉しい。今日は適当に仕事 してめっちゃ美味しいとんかつ食べて今です。幸せやん、幸せやん。疲れた。そうだよね、みんな疲れるよね。よし、1983さんメロンパンありがとう。今日は今日はね、ひだやさんといっぱい話しました。嬉しかった。うん、優しいひだやさん。そう。で20分始めめまんまやから、多分15分のテロップ出ない？ってことはどういうこと？どういうこと？15分やってもテロップ出らんってこと？絶対。でも15分今からやってテロップ出らんかったらもうそういうことよね。まあじゃあとりあえず15分やります。何分にスタートしたっけ。多分38分とかやったから39分からにしといた。じゃあ私の幸せは空のにも少し送っておきますね。はい、幸せ送ってください。幸せください。何分か始めたっけね。39分からにしとって。じゃあえ待って、そんな、うん、まあ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 そんぐらい。再開したよ。そうよね、テロップいかんよね。テロップじゃない、通知か。うん、39分間なら54分で15分じゃ54分に終わる。55分に終わるわ。じゃああと10分。もうめっちゃ睡魔が襲ってくるんですよ。今日もスタジオで覚えなきゃいけない振り付けがあるので、そうレッスン、そう出れなくて、みんなレッスン受けちゃうけど、そう私はそう劇場公演とレッスンが被ってたので、
そう、もうそういう先生来てくれるらしいから自分で起こさんといかんくって、その曲がめっちゃ激ムズでずっと見てたんですけどね。そうでした。そう、昨日も4時に寝ちゃった。でも睡魔に負けてこれは寝ないと体が終わると思って寝ました。睡魔との戦いですね。うん、そう、難しいよ。なんかスピードが速い、そう、なんかむずい部分、うん、が結構ある。磯風さんありがとう。え、そう、寝不足ってほんとよくないよね。だってさ、寝不足ってさ記憶力もなくなるし鈍くなるし、そう、あの何、集中力もね、なくなっちゃうし、もういろんなことに対してダメなんです本当に。え、栄養でドリンク買えばよかった。栄養ドリンク買えばよかったな。栄養ドリンク欲しい。今週土曜日、あ、東京リベンジャーズ、マイキーくんのやつ、北村匠海さん、ディッシュのやってるやつかな。さっきの大丈夫でしたよ、ありがとう。そう、マネージャーさんに送ってもらうことにしました。今日はそろそろ何時に寝るんだろう。なんかさ、なんかさ、今日さ知らんうちにここに傷入ってるんですけど、腕にピッてかまいたちしちゃってる2個。それですって何？あ、マイキーくんね。早く寝れません、覚えてないので。でも明日までに覚えれる気もしないから、とりあえず本番までに頑張る。でもなんか今日と明日は何やっけ、 AKB の全体のコンサートのリハをやってるんですよ。そう、でもそれ終わったら次8のが来ちゃうから、8のが本当にやばすぎてどうしようもない。でもみんなやばいって言ってるので、ひろみちゃんのさインスタライブ開いちゃったわ。うん、サーモンかわいい、嬉しいよ。チームメイト9周年 AKB くじ外資ブルー衣装前髪の、ん？流し蜂の巣は前髪あり、打ってどっちも可愛い。そう、どうやったっけ、覚えちょらんよ。あ、そう、覚えること鬼多い。アウトオブなんかやばそうな企画やね。企画うんこんばんは。9周年くじ引いたサーナで、え、嬉しい、ありがとう。9周年くじってさバッチ何やっけ、何でしたっけ、どれだ、もうどれか分からん、どれがどれか分からん。ランダムなんですか、何が当たるんですか。
待ち受け最高やん。当ててください皆さん、当ててみんな。待ち受けって携帯の蜂の巣ダンスの衣装のやつ、蜂の巣ダンスの衣装のやつ、蜂の巣ダンスの衣装。どういう髪型やったそれ。あ、前髪あり？はね、はね、撮影できたよ確かに。うん、前髪あり。だってエイトの日はさ、初めてあれ着たけどさ、蜂の衣装あれだって前髪流しよったよね。ね。8983さん。ありがとう。メロンパン。メロンパン。メロンパンいいね。なんか髪切りたくなっちゃった今。切んないけどさ。なんかここら辺でちょっと話したい。切んないけど、メロンパンいいね、食べたいメロンパン。やばい、もう何も頭に入ってきません。来てやばい、どうしよう。今何時？11時ぐらいとして12、12。うん、4時に寝たら、すっごい短かったけどごめんなさい皆さん。またコンサートあったらね、ゆっくりするので、コンサートまでは短いかもしれないです。12はキッ、あ、13はイングベイさん、12はキーちゃんアットマークグーマニアさん、11はギャラスアットマークナナレンジャーさん、10位はピンクカメオさん、9位はヨシオさん、8はしのたろうとマーク、そらね大好き。どこまであと11日？やばい、それはやばい。7位はケイヤマボイシさん、6位はカラスのガーコアットマーク、ルンバニアさん。そういえばテロップ出たくない？310日も行ったの。5位はワイサップさん、4位はナアットマーク、そらねかわいい。3位はコウイチさん、2位はソウシさん、1は8983さんでした。ありがとうございます。はい、ということで皆さんありがとうございました。すごく眠いですけど頑張ります。はい、ということで皆さん、コンサートまであと10日ぐらい、10日ぐらいかな、10日やんね、あと。10日もなくない？やばいやばいやばい、頑張ります皆さん。はい、ということで皆さん、今日も一日ありがとうございました。それではおやすみなさい。ありがとう、せーの、空のじゃんけんじゃんけん、ブン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 、ありがとう、おやすみなさい。